い、どうも、慶太郎です。今回は皆さんに僕のことをもっと知ってもらおうと思い、この動画を撮影しています。本題に入る前に軽くね、自己紹介をさせていただきます。本名は相山慶太郎です。1994年生まれで、誕生日は12月2日です。出身は千葉県の松戸市です。佐原第五中学校から市立船橋へと進学し、埼玉の駿河台大学へ通いました。そして現在はね、アクセルトラッククラブで活動しています。そして現在の僕の仕事は陸上のコーチとパーソナルトレーナーをしています。陸上競技の自己ベストは 100m が10秒86、 200m が21秒71、 400m が47秒47です。こんな感じでね、軽く自己紹介終わります。今回ね、僕がお伝えしたいのは、競技を続けている理由、目標にしていること、世の中に対して自分ができることの3つのテーマについてお話をしていこうと思います。まずね、1つ目の競技を続けている理由についてですね。僕が競技を続けている理由は、陸上競技が大好きだからです。僕は小学校6年生まで4年間少年野球をやっていました。打つのと走るのは好きだったんですけど、とにかく守備が下手な野球少年でした。もうね、ボールを取るのが壊滅的で、ただ単純に野球が好きだったので、中学校に行っても野球部に入ろうと思っていました。しかし少年野球の卒団式で、当時の監督に、お前足が速いから陸上部に入ったらどうだと陸上を勧められて、そこから僕の陸上人生がスタートしました。時間が経つのはあっという間で、陸上を始めて今年で14年になります。年を追うごとにね、陸上がどんどん好きになっていきます。そんな陸上好きの僕はね、チームや環境に恵まれて、数多くのいい経験をしてきました。中学校では全中5位、高校ではインターハイ2位、大学では日本選手権リレー3位と、なかなか経験できないことを経験してきました。そして先日ついに社会人で日本一の称号を手にすることができました。これもね、普段応援してくださっている皆さんがいること、アクセルトラッククラブに所属して競技ができていること、トレーニングの環境に恵まれていることなどね、たくさんありますが、全てに感謝しています。辛いことの方が多いですが、それを乗り越えた先にある最高の喜びがあるから、やめられないですね。これからも競技を続けていきます。続いて2つ目、目標にしていることです。僕が目標にしていることは、競技面と仕事面の2つあります。競技面は、日本代表選手になってマイルリレーで世界の選手と戦いたいという目標です。この目標は正直とても難しいと思います。しかし、アクセルトラッククラブのメンバーの活躍を見ていると、自分を信じて進んでいきたいという気持ちが強くなりました。このとてつもなく高い壁に挑戦できるのは、挑戦していたものだけです。僕は自分を信じて、チームや周りの応援してくださる皆さんに挑戦することの素晴らしさを届けられればと思います。なので僕は夢に挑戦し続けます。続いて仕事面では、多くの方の夢や目標をサポートすることです。僕は現在陸上のコーチとパーソナルトレーナーをしています。当たり前ですが、社会人になるとただ陸上をして生きていくことっていうのは難しいです。僕は競技を続けたかったので、まずそれを前提に、どうしたら世の中の人のために働いてお金も稼げるかということを考えました。そしてシンプルに、教えるというところに行き着きました。教えることを仕事にしてから、かれこれ4年が経ちました。その中ですごく大きな気づきとして、自分がこれまで当たり前にやってきたトレーニングが、こんなにも人の役に立って感謝されるんだということに気づきました。例えば、何秒を出したい、何の大会で結果を残したい、何キロ痩せたい、かっこいい体を手に入れたいなどね、皆さんがこうした夢や目標に向かっていく姿勢に、僕の持っている知識や経験を生かして全力でサポートしていきたいです。ちなみに、アクセルトラッククラブは日本一応援されるチームになるというスローガンを掲げているチームです。僕もそれにとっても共感しています。応援される選手になるためには、やはり選手としてのパフォーマンスで感動を与えるというのはもちろんですが、どうすれば自分が応援してくれている人を応援し返せるかという視点を持つことがすごく大切だと思います。常にこのことを考えながら、僕と関わってくださる方が一人でも多く幸せに笑顔になってほしいなと思っています。最後、3つ目は、世の中に対して自分ができることです。特に今年はコロナの影響で、自分には何ができるのかを考える時間が増えました。僕が注力したのは、これまで以上に自分のノウハウを SNS などを通じてアウトプットすることでした。 Twitter、Instagram、YouTube などあらゆる媒体をこれまでも使っていましたが、より人のためになる情報を発信していくことを意識するようになりました。見てくださる方々からいただく意見や、各媒体で集計されている事実データから、僕のページに来てくれる人が何を求めているのかについて、より具体的に仮説を立てて、それに沿って企画を練るようになりました。特に YouTube はこれまで約160本の動画を投稿してきましたが、そこから得られる事実データから考えると、ハウツー系の動画が多く視聴される傾向があることが分かりました。なので、これからも皆さんの役に立つ、ためになる情報をどんどん発信していきます。ご意見があればお気軽にご連絡いただければと思います。
皆さんの夢や目標に向かう姿勢をサポートできるよう、より自分の知識や経験を深め還元していきますので、今後ともよろしくお願いいたします。今回はね、真面目に語る動画となりましたが、少しでも僕のことを、僕の思いを知っていただければ幸いです。次は10月16日から18日に日産スタジアムで行われる日本選手権リレーに出場してきます。また皆さんにハッピーな報告ができるよう努めてまいりますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。